大阪府と連携した空飛ぶ車関連事業者向け補助金について、証言によればですね、新産業課の課長さんが知事室に入るのに、知事は補助金の事業について何これ聞いていない、空来るは知事直轄勝手にやるなと厳しい口調で叱責を受けたということでありました。こういったことはあったんでしょうか。記憶にないですね。ただ覚えてなかったケースで、聞いてないといったケースもあると思いますけど、それはやはり知事トップとしてやはり失念していることもありますから、そこは聞いてないと、報告を受けてないということは私は合理性はあるという。分かりました。聞いていないということなんですけれども、この日課長さんはですね、聞いていないと言われて着座して座ろうとしたんだけれども、もうすごい剣幕で、知事からやり直しというふうに言われて、即座に退出を余儀なくされたそうです。こういったことは再度説明を求めればいいと思うんですが、聞いていないと言って突き返すということがあったというのは事実なんでしょうか。そんな記憶はありません。